アルゼナウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフ・フェンブルク、軍北部の市である。アルゼナウは、ライン・マイン地方の東の辺縁部、ウンター・カールグルント地方に位置する。地域のほとんどが、ハーネンカムを含む、シュペッサルト山地の西の市脈沿い、あるいはその間に位置している。約二千六百ヘクタールの森林と十五ヘクタールのブドウ畑が、 シュタットイムグリューネンと呼ばれる遊園である。こうした自然環境でありながら、近隣を通るアウトバーン A45 号線やカールグルント鉄道によって、短時間のうちにアシャフヘンブルク、ハーナウ、フランクフルトアムマインにアクセスできる。アルテナウ市内をカール川が貫いている。アルテナウは、北はローデンバッハ、北東はフライゲリヒと東はメムブリス、南東は、 ヨハネスベルク、南はカールシュタインアムマイン、西はカールアムマインと境を接している。アルゼナウの市区の配置と、トッチリオ用図。ピンクが市街地、白が緑地及び工作地、緑が森林である。アルゼナウには6つの市区がある。小集落のデルストヘーフェとシュロスマイゼンハウゼンは、公式な市区ではない。ブルーフハウゼンとプリショスは、アルゼナウ市内に含まれる。 かつての集落エルツェ、オーバーシュール、ザクセンハウゼンは、現在、構造上アルツェナウと一体化しており、単なる居住区として扱われている。この町の母体となった村、ビルムンツハイム・フォア・デアハルトは、10世紀に、ベラモンドスハイムとして文献に記録されている。この名前は、人名、ビリムントに由来する。語尾につく、フォア・デアハートは、 中高ドイツ語で森を意味する単語ハートを含んでおり、ホーエへ丸くの森林地域に位置することを示している。その後どういう経緯でアルゼナウという尊名に変わったのか、詳細は明らかでない。これについて以下の2つの仮説が立てられている。語尾の英雄は近隣のケルベラウやハーナウといった街を見習ったか、あるいはマインツ市教領の公的命名法の改定によって、 変更されたものであると考えられる。語尾のイン・ウンター・フランケンは、時代によっては、イン・マイン・フランケンとも表記されたが、20世紀に、アルゼナウ・イン・シュレジエンと区別するために用いられた。カール流域の方言ではこの町はアルゼナー、住民はアルゼネ・ヒャーと呼ばれる。様々な資料や文献上の、この集落の古い表記は、以下のものがある。アルゼナウ市内には、金城、 ビーカー文化の墓地、コツツボ墓地文化の仮想墓や、ハルシュタット時代の墓地といった考古学的発掘現場がある。アルテナウの最も古い文献記録は950年になされている。この資料には、カール川砂岩のビルムンツハイム村が記録されている。アルテナウは、同盟のアルテナウ裁判区の主流であり、アルテナウ自由裁判所の4つの裁判所の1つであった。 この自由裁判所に関する現存する最も古い証拠は1309年のものである。死匠の金の小枝はその後継であることを象徴している。この自由裁判所は帝国直轄ではあったが、帝国はこの地域を繰り返し仕入れし、あるいは可視してきた。領主は何度も入れ替わり、このため領主はしばしば入れ替わり、その中にはハーナウやランデンブルク家、 エップシュタイン家も含まれた。マインツ大司教、選定校は13世紀前半に五両馬の所有者となり、その権利を守るために1395年から1399年にビルムンツハイムのカール川を挟んだ対岸にアルゼナ城を築いた。この城の麓の入植地は都市型の発展をしていなかったが、1401年にローマ王ループレヒトによって都市県と 市場開催権を授けられた。後に、旧、ビルムンツハイムは、カール・ガーウガンの入植地と融合し、アルゼナウの名称を受け入れた。16世紀のビルムンツハイムフォアデアハルト自由裁判所カン督地図。北が下に描かれている。1500年にローマドイツオーマクシメリアン一世は、自由裁判区全域を、マインツ大司教とハーナウミュンツェンベルク伯に、共同統治領として、 受風した。この共同統治時代に、この自由裁判区には、マインツ大司教による教会の司法権が行使され、ハーナウ・ミュンツェンベルク白領で起こった、宗教改革はこの地に及ばなかった。アルセナウは、ローマイコールカトリックの信仰に止まったのである。1736年に、ハーナウ家最後の男結後継者であるヨハン・ラインハルト三世博が、亡くなった際、 アルゼナウ共同統治領のハーナウイエ側も相続協定に従ってヘッセンカッセル砲白領となった。この相続が共同統治領にまで及ぶか否かについて、その後毎日選定校とヘッセンカッセル砲白との間しばしば紛争となった。この対立は共同統治領を実際に分割することを想定した妥協によって集結した。1803年の 帝国代表社会議主要決議によって、アムとアルゼナウは、ヘッセンダルムシュタット砲白領、1806年以後は、ヘッセン大公国領となった。1816年6月30日に、フランクフルトアムマインにおいて、オーストリア、プロイセン、ヘッセンダルムシュタットの間で締結され、同年7月7日に発行した協定によって、アルゼナウは、バイエルン王国領となった。 1862年7月1日、別クスアムとアルゼナウが創設され、アルゼナウはその主流となった。カールグルント鉄道の建設によりこの町は、1898年に鉄道網に接続した。カールグルント鉄道は工業化を促進し、特にタバコ工場の誘致に寄与した。1902年には、カールグルントに21のタバコ工場があり、850人が、 働いていたが、1960年代に最後のタバコ工場が閉鎖された。1951年にアルゼナウはバイエルン州から改めて都市圏を与えられた。軍の再編に伴って、1972年7月1日にアルゼナウ軍とアシャフフェンブルク軍が統合された。1972年1月1日、ケルベラウが本市に合併した。 同年7月1日にアルプシュタットとバッサーロス、1975年7月1日にヘルシュタインとミヒエルバッハがこれに続いた。聖ユスティヌス協会、アルゼナウ市長者アルゼナウの市議会は24人の議員と投票権を持つ市長とで構成されている。ズ柄、ガラ、赤字。2本の交差した金の小枝の上に6本のスポークを持つ銀のは、紋章の歴史、 この紋章は1926年から使用されている。六本スポークの銀の輪はアルゼナウがマインツ大司教領であったことを示している。二本の金の小枝は自由裁判所の役人の任命賞であった。役人はこの地域の自由民から選出された。この町は波外れて多くの企業が立地していることを特徴としている。その多くの部分がハイテク分野である。 アルゼナウは1999年に経済に有効的な自治体優秀賞をバイエルン州の経済、交通、技術大臣から手渡された。バッサーロスのワイン産、ミヒエル・バッハ、バッサーロス、ヘルシュタインではフランケンワインが製造されている。アルプシュタットでも19世紀末までブドウ栽培が行われていた。現在も残る丘陵地のブドウ畑がそれを物語っている。 不動栽培は、税イリゲンシュタット修道院の修道士らによって、アルゼナウに持ち込まれた。しかし、農林業はこの町での重要性を失って、しまっている。アルゼナウ駅、アルゼナウには、連邦アウトバーン A45 号線のインターチェンジが3カ所、ある。最も新しい、アルゼナウミッテインターチェンジは、何年もの計画期を経た末に2007年11月23日に、開通し、 アルゼナウとカールとを結ぶ道路からアウトバーンに乗り入れることができるようになった。これにより、カールとアルゼナウの工業地域は、アウトバーンへのより良好なアクセスを手に入れた。カールグルント鉄道は、この町をカールアムマイン駅やハーナウ駅と結んでいる。ハーナウでは、S バーンや長距離列車に乗り換えることができる。いくつかの市区は、シティイコールバス路線が運行されている。 ある路線は1時間ごとに、ゾムボルンから、アルプシュタット、ミヒエルバッハ、ケルベラウ、アルゼナウを経由し、バッサーロス及びヘルシュタインと抜けた後、地方バスとしてさらにデッティンゲム駅を経由して、カールシュタインまで運行している。デッティンゲム駅では、アシャフフェンブルク行きあるいはビュルツブルグ行きの、ローカル列車に乗り換えることができる。交通の便が良い立地は、この町にとって、 重要なファクターであり、フランクフルト空港まで車で30、40分で到着できる。アルテナウに存在する企業のうちいくつかを列記する。この街には以下の教育機関がある。各宿には数多くのスポーツクラブのための体育館やグラウンドが存在している。各宿には遊戯広場があり、一部の宿にはボルツ場、バスケットボールコート、ローラースケート用施設もある。 夏には、バルトシュビムバートやメアホーフ税がオープンする。さらにエディトシュタイン実家学校の水泳プールは、週のうち数日は夕方になると一般に、開放されている。廃坑となったカッタ端の露天採掘場から、形成されたカーラー・ゼン・プラッテの湖は、周囲5キロメートルから1 0トルほどである。FC バイエルン・アルツェナウは、プリシオスの私立スタジアムで、 ホームゲームを開催している。アルテナウイコールバッサーロス軍立病院アルテナウでは、周辺の地域と同じように、ラインフランケン方言の一つである、ウンターマインラント方言が話されている。しばしば誤解されるが、ウンターフランケン方言は使われていない。ウンターマインラント方言のバリエーションとして、カールグルント方言が残されている。これは、周辺のアシャフフェンブルクや、 グロース・オストハイムナマりのようなウンターマインランド方言からも区別される。ヘルシュタイナー税アルゼナウ上本市最古の旅館、マックス・ケルベラウの巡礼協会バッサーロスの上館、アルゼナウ周辺の自転車道や遊歩道のいくつかは2000年から2003年まで EU によって推進されたプロジェクト文化的風土のパスウェイによるヨーロッパ文化の道アルゼナウ I、II、3と関連付けられる。 これらのルートでは注目すべき目標物について標識が設けられ解説がなされている。ありがとうございます。